everyone. Welcome to Art English School. 皆さんこんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の会長さつきです。今日私はお花見に来ております。お通りの稲が記念館です。しかし雨でお客さんはいません。ちょっとこれから松坂城跡に登ってみたいと思います。はい、公園の入り口に来ております。ライトアップは午後7時から9時までと書いてありますが、今日はされるんでしょうか。人っ子一人おりません。はい、登ってきました。多分、昨日花見した人は正解だったと思います。今日の雨でかなり花びらが散ってしまっております。屋台の準備もされておりますが、今日は閉店です。はい、天守閣まで登ってまいりました。見渡す限り桜の花びらの絨毯という感じでございます。これお天気が良かったらね、場所取り大変だと思いますよ。ここで松坂城っていうのは跡だけ残っているんですが、聞いた話によりますとお城の設計図が残っていないので作ろうと思っても作れないらしいですね。復元不可能らしいです。そのうちどこかの蔵からひょっこり出てきたりするんじゃないかと期待しておりますが、さて皆さん、ここからですね、ちょっと変わった建物が見えます。ズームしていきますと、なんかほらお城っぽい建物が見えますね。よそからいらっしゃった方はあれがお城なんじゃないかと思って写真を撮りになるんですが、あれは普通のお宅でございます。お城は今私が立っているここでございますね。さて、登ったら降りなければなりません。この石段、コーンが置いてあったりしますが、結構古くてですね、意外なところで石がガタついたりとか滑ったりします。私もここから転落しまして、肋骨にひびが入り、半年間リハビリに通うという苦い経験を去年したばかりですので、注意しておりたいと思います。はい、元通り乗り長旧宅鈴の屋に来ております。ここから先は有料ですので、チケットを買っていない私は入れません。なんだか4月17日に研究発表会があるそうですね。乗り長さんにご興味おありの方はどうぞお越しください。で、意外なことにですね、ちょっと外から失礼しますが、桜の木は鈴の屋の中には見当たりません。はい。もう一面グリーンでございます。はい、無事降りてまいりました。このようにですね、お城の下にはトイレもございますので、便利になっております。はい、五条番も今日はこのようにひっそりと静まり返っております。はい、松坂神社の参道です。綺麗ですね。ということで今日の教訓は、お花見は天気予報に注意してということでした。アート英語学園海獣でした。